こんばんは、MSTV ニュースの時間ですまずは二輪の話題から BMW 株式会社はクラシックロードスター R1290 とクラシッククルーザー R12 を4月19日に発売します R1290 と R12 は 1169cc 空輸冷二気筒 ボクサーエンジンを搭載し R12-90 は最高出力109馬力最大トルク115ニュートンメーター R12 は最高出力95馬力最大トルク110ニュートンメーターとのことです R12-90 はレイン、ロード、ダイナミックを R12 は ロールとロックのライディングモードを標準装備していますそれぞれアナログダブルメーターとデジタルメーター仕様があり R1290 はブラックストリームメタリックとサンレモクリーンメタリックそしてアルミニウムの3色展開 R12 はブラックストリームメタリックとアベンチュリンレッドメタリック アブスシルバーメタリックの3色展開で、R12-90 はメーカー希望小売価格253万5千円から、R12 は198万6千円からとのことです。続いて、四輪の話題です。イスズ自動車株式会社は、3月27日からタイのバンコクで開催されたバンコク国際モーターショーで、 1> 1トン積みピックアップトラック DMAX のバッテリー、e、を世界初公開しましまた新開発の e アスクルをフロントとリアに搭載したフルタイム 4WD システムによりアクロ走破性や加速感と低騒音低振動を両立させたとのことです最高出力は177馬力 最大トルクは三百二十五ニュートンメーター。最大牽引能力は三点五トンとのことです。二千二十五年にノルウェーをはじめとするヨーロッパの一部から販売を開始し。各国地域の車の使われ方やインフラ整備状況などを踏まえて展開していくとのことです。最後は業界の話題です。 本田技研工業株式会社は四月九日。一般社団法人。s. D. ブルーアース。青い地球を育む会のキャプテンを務める。さかなクンを砂浜清掃活動。本田ビーチクリーン活動の応援団長として迎えると発表しました。本田は二千六年から。素足で歩ける砂浜を次世代へというスローガンのもと。砂浜清掃活動。 ホンダビーチクリーン活動に取り組んでいます。これまでも行ってきたビーチクリーン活動に加え、さかなくんならではのイラストを用いた環境授業を通して、次世代に対して環境問題について考えるきっかけを提供したいとのことです。また、二人乗りの小型電動モビリティであるホンダモバイルパワー、パックフォーダブルビークルコンセプト、 をビーチクリーナーの牽引者として試験導入し、環境負荷低減に関する検証を行うとのことです。また、砂と細かいゴミをふるい分けるオリジナルツール、シャカシャカを導入し、これまで分別が難しかった海洋プラスチックゴミの回収にも取り組むとのことです。以上、MSTV ニュースでした。 はい、お疲れ様です。はいえー、今回もですね。はい。今回も、今回もトラック入れた。<laughs> あの、一ピックアップトラックだからまだあのいろんな用途がまたほらあるので、<laughs> かっこよくない？いやかっこいいんですよ。 マシ絶対好きでしょって俺。当然。それもれ、ね。<laughs> なんかトラックねいいですよね。あのねそれもイスズですよ。そうなんですよ。イスズってごめんなさい、うん、もっと大きなトラックのイメージだったんで。あの本当に働く車のトラックだけどこういのトラックですよね, <laughs> 本,当ね本当に。本当本当でもそっからちょっとねこうアクティビティなまあたそれ。 キャンプとかお好きな方だと全然ピックアップトラックで多分選択肢に入ってたりとかするじゃないですかだったらありなのかなしかも結構 EV なのに牽引能力とかも高いあの EV なんだよねっていうのがね普通 EV 来たかあの働くトラックついに EV だけど EV じゃあんなに深い水の中潜れないだろうなっていう。 どうなるのかが、ね、あれッとったら大変になっちゃうんじゃないかな <laughs> あとはね <laughs>、はい、なんだろうないや格好いいよこれ全で1トン乗るし大きさがちょっとね大きさ出てないもんね横幅とか本当はねちょっと見たいとこだったけどあとはまあ DMAX がそもそもあんまり日本にはね入ってはまだ来るか分かんないこの DMAXEV はああそ,うだ、ねそうだね、まずはノル,ノルウェーとかヨーロッパは入るよって言ってるんですけどはい あのぜひね私乗って試乗してみたいなと思っております磯津、はい、さんが日本に入れてくれることを期待してはい、はい、おります次はい次あ BMWR12、えー、これは90だね、はい、R1290 と R12 っていうねすっげえ分かりにくい R12 つっといて <laughs> 9って言っといていっ,っていうそうなんですよ、えー、でもねまあまあのね実はね乗ってきたんですよそうなんです,んですよね一昨日ぐらい乗ってきて これねやっぱいいああちょっとそれはあれですねきっと多分あの市場の、うん、多分あれも聞けると思うのでそうあのこの後ちゃんと試乗機はやりますけどあのボクサーツインのねパルス感といい<ー>あとはこのいでたちあかっこいいんですよねそれはすごい思いましたこれどういう雰囲気なんだろうねこれねあのちょっと多分ねクラシックを好きな方とか結構やっぱ響くんじゃないかな カフェレーサーなんだけどカールがなくすごいショートで要はねえっとねクラシックカスタムみたいなねところの良さをすごく持っててだけど乗ってみるとエンジンがいいっていうねエンジンの雰囲気で欲しくなる。かかっこいいってう 出るだけじゃダメなのあ、一回試乗した方がいいよ絶対一回試乗したら,したらマンハまるよとそう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 そ,う <laughs> そんなねいやかっこいいですよね、うん、普通にごめんなさい私は見ただけなんでやっぱかっこいいが先行するんですけど、うんはい、あとカスタムも結構そのも,もともとの方で結構あるんですよね、うん、そうですねえっともうももうもう思い切りカスタムっぽいけど、うん、でもねもっといろいろとできるなっていう感じがしますよねはい。うん、そういうのをねちょっと見ていただければと思います かっこいいですよねめちゃくちゃいい雰囲気だよねいい雰囲気ですよねどうマーシーがこれにこうまたがってるまたがっていいですかこれ私じゃあここね愛しゅでしょでカメラ目線を作りたくないでしょないですね多分結局そうですどっか遠くの夕焼けかなんかみたいなあのシルエットだけ乗るとかそういうやつねでもねそう本当にそうなのかっこいいねバイクでねはいそしてそしてさ面白いところホンダ技研工業が行っているビーチクリーン活動の応援団長に さかなクンさん、はい、さかなクンが。 はい、さあ、なんて言ってるでしょうか、さかなクンは、はい、これなんて言ってるでしょうか。ハ幅漁ミゼロへレッツ行。<laughs> ええー、えー、っとね、どこだ。あとね、うん、あ、プラ漁ミさん。あ、そう。大量だということで。はい、これ、なん、なんでを言ってるんですょうプラ漁民。<laughs> あの、説明します。えー、海洋プラスチックゴミがですね、はいはい、まあ、やっぱりあの問題に今なっていると。いうところで、うん、まあ、そこがやっぱり海の、まあ、周りにはやっぱりプラスチックごみが増えてるよと。いうことでですね。え、うん、プラ漁ミさんが大量ですと。うん、で。 そこを取っていきますよはい、はい。という可愛い,い絵をしてね。はいはい、こういうね。まあでもね。ホンダがですよ。ホンダがやってる内容は？はい、ここ清掃です。そうなんです。<laughs> 清掃を確かにホンダさんを使ってるんだけど、やってることは清掃です。ここがすごい、はい、ゴミ回収でございます。はい、そして分別です。 えー、それをですね,そうですね次世代へということでここに「ホ本ダ」ってる「F1 <laughs>」みたいじゃんシャーッみたい,い,いですよ、ねね、だけどゴミ回収 <laughs> 砂とゴミを分けて分けて回収してます、はい、そしてなんとあのネーミングが付いたシャカシャャカカとはこれのことです <laughs> こ,れでこれでなので拾ってこうプラゴミを砂とを分けるというこれだって シャカシャカ君を使ってって<で>これホンダ開発ですよねホンダ開発ですこれもどこにもホンダって乗ってないですよね乗ってないけどホンダが独自ツールとして、えー、導入しております食ってすくってシャカシャカシャカってやると<で>ゴミを多分そのちっちゃい子からしたら砂浜ほら奥底にこう眠ってるやつをこうちっちゃい子がこうすくってあこんなにゴミがあるんだっていうことに気づいてもらう、ね、で手軽にちょっと遊び感覚でやりながら浜をきれいにする気持ちを磨くホンダの 最新ニューモデルでございますすはいごいな俺これ見てねすげえなと思ったでホンダの多分んだろうな開発なの人なのかまこのイベントをやった人なのかだけどしかもちゃんとさかなクンのヘルメットはさかなクンの帽子なと一緒なんですよねこのホンダのイメージがないけどねでもこれも一応の試験導入ということなのでそのこの。 ホンダモバイルパワーパック4ダブルビークルコンセプトというですねこれはまた熊手なので違うんですけどこれが電動モビリティなのでこれがどう活躍してくれるという電動電池が入ってそうだけどねもうでも他はもうでもホンダってちゃんと入ってね。もんね砂浜は多分走りやすいように多分ねしてるんだと思います だけどここよりも俺はこここれもこれも本田が多分作ってるのかまあ、どっからがやってるのかわからないですけどここまで来るともし本田が作ったとしても「うん、本田」って入れてないんだけど、はい、でもここには本田,本田が。<laughs> やってるという。すげえな。いや、すごい、あの、まあ、これからもね、多分、あの、まあ、えっと、大分からかな、スタートするということだったので。あの、皆様、興味、ご興味ある方は、ぜひ。そうですね。え車の業界、バイクの業界でね、頑張ってるメーカーさんが。はい。環境。世界をね。はい。そして、まあ、あの、お子さんいる方とかね。本当ですね。環境の、環境の問題に対しての勉強ができるよと、一緒に。さかなクンと。さかなクンとね、シャカシャカ使って。シャカシャカ使って。で、あの、授業もしてくれるんで。さかなクン。あ、そうなんですか。はい。 プラギョミゼロプミ、プラギオミゼロを目指して、<laughs> はい、はい、頑張っていただければと思います。はい。それでは、はい、それでは、えー、本日は、えー、BMW 株式会社クラシックロードスター R1290 と、えー、クラシッククルーザー R12 発売のニュースと、伊勢津自動車から、えー、ピックアップトラックトラックの EV 仕様が登場するというニュース、そしてホンダの、えー。 ホンダの砂浜清掃活動、ホンダビーチクリーン活動の応援男女としてさかなナ君が就任したというニュースをチャレンジ女子アナ七期生の小川真ろがご紹介させていただきました。それでは今夜はこの辺でこの辺でおやすみなさい <laughs> おやすみなさいさよなら。<laughs>